こんにちは。参議院の西田昌司です。今日は6月4日の火曜日です。国会もですね、いよいよもう、一月を会期末まで、切るようになってしまいました。政府の方もですね、6月26日の会期を延長することはないということをおっしゃってますので、まあ、おそらくこのまま、国会は6月末で終わりまして、その後、7月4日公示、7月の21日の投開票という形の参議院選挙が行われるのは確実な政治日程となってきたわけです。まあ、今、国会の方ではですね、私は財政金融委員会に属しておりますけれども、金商法の金融商品取引法のですね、改正など、法案の審議をしておりますけれども、基本的に対立の法案というのではなくなってきております。従いまして、あんまり対立よりもですね、もう早く国会が終わって次の参議院選挙に向けてですね、準備をしたいというのが、この与野党を問わず、一番議員の気になっているところだと思うんです。私ももちろんその一人であるわけですけれども、しかし同時にですね、対立法案はないようなんですけれども、実はない原因の一つにですね、本当の対立すべき、議論すべきところが何かというのが、実は定まっていないというところもあるのではないかという気がするわけです。これ何度も言ってますけれども、自民党は下野しまして、民主党に政権が変わり、そして昨年末もう一度、3年半ぶりに自民党政権になったわけですけれども、この背景にあったもの、なぜ自民党が一度政権を失うことになったのかと、その背景を考えておくとですね、やはり、昭和だから平成、つまり、この冷戦が終わったあの時代からですね、それ以降、ここでですね、自民党政治の役割が大きく変わってきたら、来たということなんでしょう。この冷戦時代はですね、アメリカとソビエトの対立がありますから、日本もその対立の構図が国内にも来てまして、自民党対社会党という対立になっていた。で、これは体制選択が、この問われるような、国政選挙になりますから、西側諸国の一員でいるということで、自民党が常に、このいろんな問題が出てきても勝利をすることができましたし、また自民党政権の下で確かに経済的には大きく発展していたわけです。ところがその後のですね、平成になってからの時代といいますのは、東西冷戦自体がなくなってしまった後でありますから、日本とアメリカの関係も、これは微妙に変わってきたわけですね。つまり日本が一方的にアメリカから保護される環境ではなくて、日本がアメリカ最大のライバルになると、そういうことにもなってきた。安全保障上、日本は必ずしも、必ず守らなければならない国というよりもですね、この守っていることを武器にですね、日本にどれだけの要求をアメリカが、突きつけてくるかと、対日、この要求がですね、それを強まってきたのもこの冷戦が終わってから後なんですね。そして結果的にこの冷戦が終わってから後はですね、経済は、グローバルに一挙に、大きくなりました。発展したという言い方もできるかもしれませんけれども、結局そこはですね、経済の規模は大きくなったけれども、結局国内の、配分は少なくなる。ずっとですね、右肩上がりだった経済が、右肩上がりではなくて右肩下がりになっている。いわゆるデフレ時代に突入したのも、この20年間の特徴だと思うわけなんです。で、そういう動きがなぜなったのかと。ここをしっかりですね、認識しておかなければならないんですが、これはもう私はたびたび申し上げてまいりましたように、要するに冷戦が崩壊してから以降というのは、経済が完全にグローバル化してくると。そうなってくると、資本の論理がですね、非常に横行して、企業が、メイドインジャパンの、企業がですね、メイドインチャイナになったりですね、メイドインベトナムになったりという形で、海外にどんどん生産拠点を広げていく。その結果、国内の雇用が、海外に、移転してしまうと。結果的に日本の富が海外に移転するということなんですけれども、こうした流れをですね、歯止めをかけなければならないんですが、実はこうしたことは、今に始まったことではなくてですね、この今から100年前、この時代にもですね、同じようなことがあったということなんです。このちょうど大恐慌が起こったのが1929年、今から90年ばかり前になるわけですけれども、その前といいますのは、世界中ですね、
どんどんグローバル化が進んできたと。日本のその当時のですね、GDP に占める、まあ、この輸出の割合なんかもですね、まあ、2割以上で、今よりもずっとですね、輸出の占める割合が大きかったと言われていますけれども、要するに世界中がそういう形で、どん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 輸出していくと。で、その結果何が起こるかというと、国内の、まあ、疲弊がですね、起きつつあったという時代が、ちょうど100年近く前に起きてですね、結局それを歯止めするために、いわゆるこの、ブロック化、ブロック経済を、用いてですね、まあ、保護主義的に自由に行くのではなくて保護主義にやろうと。しかし保護主義になると結局ですね、経済自身がですね、まあ、大恐慌をまた生み出してしまうもとになるんですけれども、まあ、そうした体制からですね、もう一度全部グローバルじゃなくて自分たちの国のルールは守りながら、自分たちの国のですね、利益は守りながら、バランスよく貿易をやっていこうじゃないかというのが、まあ、戦後の経済体制であったわけです。まあ、それを支えてきたのが、まあ、ガット・ウルグアイ、ガット・京都であったわけですけれども、同時に、ブレトン・ウッズ体制という、まあ、ドルを、金本位制でですね、ドルが国際通貨になると。ただそのドルの、通貨を軸にしてですね、為替が安定してくると。そのことによって、お互いですね、この貿易においてもですね、一定の歯止めがかかりながらですね、行われていくということだったんですけれども、まあ、これもアメリカが極端にですね、この強い経済力を持っていたのが、まあ、例のあの、ベトナム戦争の泥沼からですね、巨大な、この資産がみるみるなくなって借金国になる。まあ、この金、本位制打開支援というのはできなくなってですね、結局は今度は、信用通貨体制、管理通貨体制になるわけですけど、要するに、この貨幣についての実態が、ますますないものになってきたわけですね。それぞれの要望に応じて通貨を発行できるようになる。まあ、そのことによって、この不況を、恐慌をですね、消すことができるようになったんですけれども、逆に今度はバブルをどんどん生み出してくる。まあ、こういうところか、今の問題なんですけれども、要するに、この20年、まあ、それからその前のですね、5、60年も振り返ってみましても、今日本が迎えている、また世界が、直面している状態というのは、かつてあったようにですね、行き過ぎたグローバリズムがですね、今それぞれの国の社会を蝕んできている。で、かつてのグローバリズムはですね、まだ先進諸国間だけで良かったんですけれども、今度は G20 と言われるぐらい、新興国の割合がものすごく大きくなっている。ですから地球全体を文字通り巻き込んだですね、大きなグローバリズムがですね、今音を立てて崩れようとしているのではないかと。まあ、そんな気がするわけです。ですから、私が今日申し上げてきたかったのはですね、与野党の対立がないように見出してきている。例えば TPP にしましても、もともとはですね、民主党政権が賛成ということで参加を言い出してきたものでありました。まあ、自民党は、当初、私もそうですけれども、反対をしていたのが、とりあえず参加というところまではですね、話が進められてしまいました。しかし私は何度も言ってますけれども、こうした TPP に代表されますようなグローバリズムというのは、結局はですね、先進国の富が海外に移転されるだけで、そしてまた海外の後進国の方もですね、今度は投資を受けたところが発展するようですけれども、その投資の先は次々経済の強さが大きくなればなるほど違う投資先にどんどん移っていく。その結果ですね、世界は非常にこの脆弱なこのお金があちこち自由に飛び交うことによってですね、この安定さが失われる社会になっている。それが今のこれからの時代だと思うわけです。ですからこういうグローバル化とがいいのか、それともですね、もう少しこれに歯止めをかける、その方がいいのではないかという、これがこれからですね、大きな対立点になると。まあ今、その議論がですね、まだ国会では十分されていませんけれども、私は参議院選挙が終わったら、間違いなくこの課題がですね、大きな政治課題になると。まあ、そのことを今日は皆さん方にお話をさせていただきました。グローバル化と、反グローバル化。まあ、これが大きな対立の軸になってくるということです。またこの問題はですね、折に触れてお話しさせていただきたいと思います。今日もご覧になっていただきまして、ありがとうございました。